羽根さん、こんにちは。アカンですよ。で、皆さん、クレーコートの編成どうしてますでしょうか？今ですね、このテレシアとかインデックスめちゃめちゃ強いかなと思うんですけど、まあ、インデックスに関してはですね、SS 開演強制発動を無効とか、あとまあコラボキャラとかやったら割と買っていけたりするんですよ。なので昨日ですね、結構いろんなキャラに買っていくことができるユッカをね、紹介したかなと思うんですけども、このテレシアには勝つことができないんですね。もうこの子何が強いかっていうと、雪ストーム2回打てるし、特殊状態解除してもこの子オバフロやったら強いじゃないですか。なので、まあ、それも効かないと。かつまあ今までめちゃめちゃ強かった新生物のも簡単に対策できるっていうことで、今環境にめちゃめちゃいるかなと思うんですけど、今回はですね、この2体に対して簡単に勝っていくことができる由比ヶ浜ユイを紹介したいなと思います。まあ、この子はですね、どのような点でこの2体に対して強いかって言いますと、まずまあコラボキャラですので、バックハンドで返球しても SS 封印が効かないと。あとですね、この子 SS 打ったら30秒間空中性の SSGS スペシャルを遅くすることができるんですけども、これがマジで強くて、テレシアってね、不動しかついてないんですよ。なので、まあ、そのなんていう空中型ギミックで相手を吹き飛ばす能力とかが効かないんですけど、空中性の何かとか地面型系の何かとかは効いてしまうんですね。なのでそれでですね、テレシアの SS の速度を落として相手の得点力を下げつつ、このレフコスで取って、それでバーンって返していくであったりだとか、あとこの子はですね、お菓子をいっぱい取っていくことによってノクバム効果つくね。ノクバム効かないですし、あとまあ移動速度スインギラがめちゃめちゃ上がったりだとか、全体ギュージャストになったりするので、まあそれも結構な得点力になっていきます。でこの子はですね、テレシアと同じような感じで特殊状態解除されてもですね、この子はお菓子の取得状況に応じて頑張りレベルが上昇して強くなっていくというキャラになってるので、解除されても問題ないんですよ。なのでアスラとかアイドルアイラとか、あとカビ状トーマに対しても強いと、今の環境において最強なんじゃないかなということで、まあ、今回ねこの子の試合というのを見ていただけたらなと思います。で、まあ、ラケットに関してはレフコスカリスを持たせていただいて、僕はまあちょっとこれスロットスキルミスってはいるんですけど、まあ、こんなにしていて、まあ、靴に関してはですね、僕はドリンク3パーつけております。ということで今から試合見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで1戦目見ていきたいなと思います。最低ネットは2144で、インデックスと MVP フランと、まあ、正月閻魔という感じになっているんですけども、この正月閻魔にも結構強いですね。あの子空中型ギミック無効ないので、まあ、SS の速度を下げると。で、あの子はですね、SS で得点したら混乱かけるっていうキャラになってるんですけども、SS の速度が落ちてるんで、まあそんなんでね、失点することはないので、混乱もかからないと。あとまあ、SSGS スペシャルの速度を落とすことができるんで、あの子ね、オラクルオブラハカとか持たしてね、結構得点力生んでくるパターンもあるかなと思うんですけど、それも遅くすることができるんで、それで失点する要素もないと。ただですね、エンマは結構スインギレが広かったりするので、得点するのは結構根気がいるんですね。ただこの子はですね、この由比ヶ浜ユイはどんどんラリーしていくことによって、このね、あの SS カナがウニウニウニみたいな感じになるんですよ。あれってあのスインギレ広かろうがちょっと取りにくかったりするんですね。なので相手のまあミスを待っていくみたいな感じなんで、まあ、どっちが先ミスるかみたいなところではあるんですけども、まあ、相手はですね、 GS とか SS が遅いんで、まあ、相手に得点力がないんで一方的なんですね。なのでまあそれでも勝っていけると。まあ、その対面に関しては前にね、由比ヶ浜ユイ強いよみたいな1ヶ月前に動画出してると思うんでね、まあ、私ら見ていただけたらなと思うんですけど、てか俺がやられた側でしたね、それは。はい。まあそっからですね、あ、インデックス来たからこの子いけるんじゃねと思って戦ってみたら結構強かったんで、今紹介しているという感じになってるんですけど、まあインデックスはですね、たまになんか打球が落ちるじゃないですか。なので、まあそれで失点するパターンがあるとは思いますので、まあ極力ですね、そのまあ低バウンドだと思って戦っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、まああとですね、こっちが SS、まあ強制発動させられてしまうんですけど、それをですね、相手が取ったら、まあサテライトのやつが飛んでくるんで、まあ前に居すぎてしまうと、まあサテライト抜かれてしまうんで、まあそこまで注意して戦ってくれたらなと思います。これで、まあちょっと後ろ下がって、みたいな感じですね。で、これ多分フニフニフニのやつの SS 改変強制発動やったから、こうやって変な感じに飛び跳ねていったんやけど、これはちょっとなんか、バグってんのかな、ちょっとよくわかれへんけども、多分まあ普通にレフコスもこっちが持ってるんで、有利に戦っていけるんじゃないかなと思います。2戦目の相手のレーター2800ちょいぐらいで、まあインデックスとアスラと、あとまあテレシアがいるっていう感じになってるんですけど、まあ、テレシア対面は正直ですね、こうやって雪コートにされてツルツルにされてしまうとだいぶ戦いにくかったりはするんで、まあ、仲間にですね、インデックスを入れていただくか、あともう一人普通のね、まあ、あのストームキャラ誰がおるかな、クレーコートで言うと、まあ、月見はちょっと正直ね、今このインデックスに対して全然強くないのでやめた方がいいとは思うんです。まあ、別に入れてもいいんやけどね、相手インデックスでこうへんかったら出せばいいだけの話ではあると思うんですけども、まあ、こんな感じにツルツルかかるとね、ほんと戦いにくいんで、まあ、ぜひともね、スターコートなり、まあ、普通のコートなり、まあ、灼熱ストームでも、まあ、まだマシかなと思いますので、ぜひとも塗り替えて戦っていただけたらなと思います。まあ、特にインデックスはね、今、これは、ASGL50 個で手に入れることができるかなと思いますので、ぜひとも貯めてやってくれたらなと思います。前にですね、その、ASGL の無料で集める方法4000について話す動画ありますので、まあ、わかんない方はぜひそちら見てねって感じですね。で、まあ、この改ざんラケットは直接 SS で返せば別に効果を受けないので、バーンって返していって、まあ、そこからですね、ま
インデックスで戦っていくと。まあ、この子に対、この子でもね、インデックスじゃないわ。テレシアに対して結構強いんですよ。ただですね、その上条とまたインデックスの組み合わせ割と多いじゃないですか。あれに勝つことができないんで、まあ、ちょっと微妙かもしんないんですよ。ただこのね、あの、由比ヶ浜優衣であればですね、勝っていけるんですよ。なので、まあ、持ってる方はぜひっていう感じですね。で、持ってなかったらインデックスでもいいし、昨日紹介したユッカとか、あと昨日森尾さんが紹介してたね、あの、攻撃アスラも強いかなと思いますので、自分がね、持ってて、かつ自分に合うキャラっていうのを、あの、自分が使っていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、複数体持ってたら、まあ、全部1日ずつぐらいで、ね、試していって自分に合うものを選ぶでもいいでしょうし、ほんとそういうのは自由なんで、自分に合ってるかどうかもあったりはするんでね、ぜひ皆さんで選んでやってくれたらなと思います。俺的にはこの子はだいぶ強いかなと思いました。ただですね、こっちが全打球ジャスなるまでの間に、この紅葉カスラにめちゃめちゃ攻められた場合は負けてしまうパターンも俺一回経験したんで、あの、そこはちょっと頑張って耐えるしかないかなと思うんですけど、一応まあこの子はですね、打ち上げたら、何秒かな何秒か忘れたけど、一回ぐらいはね、めちゃめちゃ走り速くなれるんですよ。なので、まあ、わざと打ち上げて、体力ない時ですよ。体力ない時にわざと打ち上げて走りに行って取るってとかも、まあ、結構ありかなとは思います。はい。で、まあ、こういう SS ですね。もうこの SS の軌道マジで強いよね。まあ、あの、その、なんていうの、爆発的な得点力はないけど、これを何回も繰り返されてしまうと、やっぱいつかミスるんですよ。消える球と同じ原理ですよ。で、かつ、まあ、この子はですね、相手の SS の速度を下げることができるんで、まあ、結構相手の得点力を奪っていけると。で、まあ、アスラに関しては SS とか打ってこないんで、そこの心配はなかったりはするんですけど、まあ、エアモードでね、あの、雷のやつ飛んでくるんで、まあ、相手の上にね、砂時計マークが出ていないときは、まあ、あの、普通に後ろの方に追って出てるときは前に攻めてもいいかなとは思うんですけど、まあ、そこは臨機応変に戦っていただけるといいんじゃないかなと思います。で、まあ、これね、あの、あれできるんで、相手にあの、着弾で見えないようにする能力もあったりするんで、まあ、割とね、ジグザグの球も、まあ、決まりやすいみたいな感じですかね。まあ、こんな感じです。結構良くないですか？マジでこの子強いなと思ったんですけど。で、3戦目はレート2738で、まあ、これはですね、上条トーマと主に戦ってる試合となっております。まあ、あの子はですね、SSS を打つと強制的に解除してきたりするんで、打球効果無効ついてるキャラでさえも得意状態解除してくるっていうね、非常に厄介なキャラであったりだとか、あとまあね、こっちがマッチポイント握った時に毎打球得意状態解除してくるみたいなね、半端ない性能持てたりするんですけど、まあ、初めにも言った通りですね、このテレシアとかユガハマみたいなキャラはですね、特殊状態 SS って特殊状態になるっていうキャラよりかは、なんかオバフローやったら強いとか、その頑張りレベルが高かったら強いっていうキャラなんで、もう解除系がもう完全に怖くないという感じになってます。打球効果無効よりもやっぱ強いですよね。まあ、MVP フランとかも、あの、特殊状態解除が効かないっていうキャラではあるんですけど、あの子はなんかその分身が出てる時はそれやねんけど、まあ、SS 打った時の特殊状態は普通に解除されてしまうので、その上条みたいに頻繁に解除してくるようなキャラやったらね、やっぱりいつか解除されてしまったりするんですよ。やっぱそれよりも強いのが、まあ、こういうね、なんか謎に強いみたいな、ずっとなんか、あの、特異状態じゃなくても強いみたいなキャラだとは思いますので、ぜひともこの子を使っていただけたらなと思います。で、まあ、上条はですね、結構オーバーフローで球速かったりはするんで、まあ、それに対して、まあ、頑張って食らいついていくっていうのと、あと子はですね、ポイントごとに1回かな、あの、サテライトのスペシャルを打っていけたりはするんで、まあ、それもですね、一応、あの、気をつけて戦っていただくと、まあ、失点することはほぼないかなとは思います。で、こっちは全打球ジャストを持ってるんで、まあ、それで左右振っていったりだとか、まあ、SS でボカーンってやるであったりだとか、まあ、そういうのが主な得点源ですかね。あと、まあ、レフコス持ってるんで、相手の SS 補給することができれば、まあ、結構早めな飛炎でね、まあ、決めていくこともできたりするんで、まあ、この子 SS まっすぐとか、まあ、フニフニの球じゃないですか。なので、まあ、それと飛炎のこの2択って結構な得点力生んでいくことができるんで、まあ、それもそれで、まあ、結構いいかなと思います。で、まあ、途中ちょっとだけですね、相手佐々木作出してきたんですけど、まあ、あの、別にそんなめっちゃ不利とかなかったですね。もちろん多分ね、この子、あの、面打を当たってしまうとこけてしまうと思うんで、それ避けて戦う必要はあったりするんですけど、あ、ちょっと戦いにくいなったら、これなんかお菓子あるじゃないですか。お菓子と面打のね、区別がつかないというか、そのお菓子のうちのこの桃がね、マジで面打と同じ色してて、なんか、面打をおるんかおらへんのか分かれへんみたいな。これやっぱね、ちょっと見にくい。ちょっとこれ今ね、客観的に見てるからあれなんですけど、試合中ってまあ、相手コートみたいだとか自分のスイングエリアのこのジャストライン見たりしながら戦うわけじゃないですか。なのでその感覚でメンダコの位置をつかまれへんっていうのはちょっと戦いにくかったポイントかもしれないですね。で、相手はですね、あの、こうやってマッチポイント握られてしまうとこういう球打ってくるんですけど、これはちょっと頑張って取ってください。僕はちょっとここで失点してしまったんですけど、あとまあこれってあの2ポイント間継続がしかも2回発動するんで合計で4ポイントね発動する場合もあったりするんで、まあ、気を抜かないようにしていただけたらなと思います。ということで、バイバイ。